ジェフリー・ディ・ストルカーは、アメリカ合衆国の軍人、作家、牧師。彼は1993年のモガデッシュの戦いに、アメリカ陸軍レンジャー隊員として参加したことで、その名を知られる。また、その他にも1989年のパナマ侵攻、湾岸戦争におけるクウェート侵攻などにも参加した。軍人としての最終階級は少佐。アイザック・グマゼル特技兵と、 ストルッカー二等軍曹ジョージア州、フォートベニングにおける1996年度有料レンジャー隊員、競技会優勝時の記念写真。1969年、アイオワ州フォートドジに生まれる。1987年9月、18歳で陸軍に入隊して、第75レンジャー連隊に配属され、その後の10年間の勤務を通じて偵察隊付け。 特技兵から招待付け軍装まで昇進した。1996年度有料レンジャー隊員、競技会では、アイザック・グマゼル特技兵と共に優勝している。また、1998年には、陸軍予備役将校訓練課程が選ぶ、年間最優秀歌詞官にも選ばれている。1993年のモガディッシュの戦いには、第75レンジャー連隊付けタスクフォース、 レンジャー所属の分隊長たる軍曹として参加した。彼は自動車三両からなる車列を引き、レンジャー所属のトッドブラック・バーニー等兵の救出を図った。この戦いを題材にした映画ブラック・ホーク・ダウンではブライアン・バンホルトがストルカーを演じた。2000年4月に下士官兵としての勤務を終えると、ストルカーは神学校を卒業して従軍牧師たる将校となった。 その後もアフガニスタンやイラクへの派遣に複数回参加している。彼が最後に勤務した部隊は第75レンジャー連隊不特別部隊代隊であった。2011年1月、ストルッカーは陸軍を退役した。ストルッカーは米軍人として以下の勲章、気章等を受章した。戦闘不評気章、空挺マスター気章。 パスファインダー気象、自由効果気象、同性章、功労メダル、陸軍商用章、陸軍業績章、陸軍全校章、国防従軍章、派兵章、東南アジア従軍気象。陸軍退役後もなくしてストルッカーは、ジョージア州、コロンバスのキャルバリーバプティスト協会のスタッフとなり、2014年4月には、主任牧師となる。 ストルッカー及びストルッカーの家族は2007年からこの教会に通っていた。また彼は執筆活動に着手するとともに、彼自身の経験に基づくキリスト教の信仰に関する説教をアメリカ各地で行っている。2013年3月、ストルッカーは短編ドキュメンタリー映画リターンツーモガ自ュリメンバリングブラックホークダウンの撮影のためモガディシュを訪れた。 この映画は、モガディシュの戦いの20年後にあたる2013年10月に公開された。この中で、ストルッカーは、カシュケにトーマスと共に、かつて激戦が繰り広げられたバカラマーケット、そしてウォルコット墜落地点を再放した。ストルッカーは、ケンタッキー州、ルイビルの南部バプティスト神学校を卒業して、新学修士の学を、また、 アラバマ州トロイのトロイ州立大学を卒業して、理学士の学位を得ている。彼は結婚しており、5人の子供がいる。ありがとうございます。